おいすーこんにちは、メールです。今回は正月アマテラス強化されたのでこちら使っていきます。バインド耐性が1個にまとまったのでスキブが2つになりました。 HP 満タン時は81倍のそれ以下だと9倍になっております。で、ドロップを消したターン回復力 ×10 倍 HP 回復しますんで、それを活かしてチャレンジダンジョンレベル9の方に挑戦していきたいと思います。ここは光を分割して、闇はこっちで組もうか。はい、 OK ですね。でユーナがドラゴンキラー3つあるのでここもワンパンできますと。でですね、次サゴ城に、一撃食らって HP がね 99% 以下になっちゃうんですけど、逆にそれを生かしてここは根性を取りに行ってあげます。はい、まあ大丈夫でしょう。 OK です。で、半分切りましたんでここは1コンボだけで、ちょっと待って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 お兄さん、それはちょっと待ってお兄さんだよ倒す予定じゃないんだけどな、まあいいや。でここは光の2コンボ2セットないとワンパンがちょっと厳しいかもしれません。1セットで倒すのであれば、まあ、10コンボか9コンボかは多分必要になるかもしれないですね。毒の目覚めは毒が3セットぐらい降ってこない限りはまあ大丈夫かなと。自動回復でどうにかなります。でここで本当はアイディアルが溜まってるんですけど、サゴ城であのもう一旦耐久できた場合、今回溜まっておりませんので、そういう場合は右のねダークレディだったかな、あいつだけ抜きます。で、メジュキックを耐えて、ここでイデアル打ちます。で、回復ドロップを生成してくれると思うので、回復ドロップをしっかり消して、光ドロップは置いときましょう。はい。で、全回復このターンでしたいね。で、いらない毒さんも消して、分割が。結構硬いんですよね、この子。なんで、ワンパンで抜くのが難しくて。まあ、こんだけの HP であれば、多分の、抜けるでしょう。で、次、ティターニアなんですけど、ティターニアは、もう、耐久が安定です。無理に倒しに行く必要はないです。まあ、盤面がすごい良かったら、光が3セットとかあれば、いいんですけど、ない場合はもう耐久で大丈夫です。1ターン目まず1コンボで攻撃されるので、あそこだったらじゃあアマテラスかな。1コンボユーナを使って1コンボ、で毒を処理してあげて、で眠ります。ここからは、ドロップを調整します。光ドロップをとにかく盤面に多く残すっていう意識で、2セットかつ、盤面が8欲しいぐらいですね。ちょっとこのターンでもう行ってみますか。そんなに悪くないので、こうした方がいいかな。まあ抜けなくてもびっくりして目を覚ますぐらいです。はい。でここでさらに抜いていきましょう。追い打ちをかけていきます。こんなもんでいいかな。 75% 軽減貼ってますけど、まあなんとかなるでしょう。毒がすごい。はい。そしたら最後ナインガレダロックされて、まあ盾ですね。なんで、はい、攻撃を9倍かな。ロックを解除してあげて、まあ回復できてなければ神結びで、こいつアシストしてるモミジかなを使って
最後は12秒ですね。とりあえずこう組むよね。こう、どうがいいかな。こんな感じかな。これで、で倒して終わりですね。まあ難しいんですけど、ちょっと運要素が絡んじゃうんですけど、まあ比較的簡単にクリアできる。ただイデアルを使っていることは申し訳ないです。はい、ということで今回は正月アマテラスでチャレンジダンジョンレベル9の方をクリアしてみました。ご視聴ありがとうございました。あ、グッドボタン押していってね。バイバイ。